高校教師、同僚を害した。一緒に寝つもりだった、と主張してるけど、どうなの？加害者は、同意金債を主張しているよね。加害者が、死ぬしかない、って言うと被害者は、2回うなずいたんだって。うなずいたから、同意したと思ったんだって。一緒に心中するつもりだった、同意していた、と言っても加害者は生きているんだよね。よくある話だよね。でも加害者が、行動に及んだのは、被害者の言動にあって、被害者に精神的に追い詰められていたんだって。なるほどね。だけどお互いに家族がいて子供もいて、二人とも自分勝手にも程があるよ。家族よりも自分の気持ちだけを優先して、その先に、幸せなんてあるわけないでしょ。ご家族のことを思うと、辛いね。それが、気になったことがあるんだけど、検察が加害者の行動を、時系列でまとめてあるんだけど。証拠隠滅の記載があって、その下に、アダルトサイト閲覧ってあるんだけど。見てもいいけど、そんな時に見るなんて、余裕があるよね。かなり驚いたわ。言葉にならないわ。とにかく、いろいろなことがあったにせよ、被害者だけが亡くなっているんだよ。心中ではなく人気権でしょ。一方的な加害者からの話だけだから、難しいよね。判決が7月28日だって。猿之助の事件と同じで、死人に口なしだね。あれから、1年も経っているよ。早い解決を祈ります。最後までご視聴、ありがとうございました。